こんにちは、皆さん。よくお会いしますね、ドロシー。招待されたんです。この方、死んだのでしょうか？ひとまずは、そうですね。首が完全に貫通しています。普通であれば、死んでいるはずです。しかし、ヘレティックですから。もうすぐ、自己修復するでしょうね。それで、これをどうしろっていうの？意図したことではありませんでしたが、パークへのプレゼントとしておきましょう。開けようが何をしようが、どうぞご勝手に。やりすぎのような気もしますが、アークとの初めての出会いですから、長い断絶の溝を埋めるにはもってこいでしょう。爆弾とか埋めてないでしょうね。そんなことをする理由はありませんよ。爆弾なんかより確実な手段を持っているので。パピオンはどうなったの？エデンはこのことを？突然の登場に驚くのはわかりますが、そう質問攻めにしないでください。まるで怯えているように見えますよ。ヘレティックを一度の狙撃でやっつけたんだから、怯えて当然でしょ。そう身構えないでください。質問に答えて。パピオン様なら大活躍されてますよ。アークと私をつなぎ、エデンで快適に過ごされています。しばらくは、私とアークをつないでくださることになりました。もちろん、エデンには内緒で。エデンはアークを嫌っていますからね。では、再会の挨拶はこれくらいにしましょう。バーニンガム副司令官様はどちらに？どうして？ああ、バーニンガム副司令官様が私を招待してくださったのです。少々お待ちください。エニック、どうした？こんにちは、ドロシーです。ピルグリム。はい。本当に来たのか？あら、本気ではなかったのですか？いや、そうじゃない。兵力をそちらに送ろう。そこで待機してくれ。私が行きますよ。アークの見物もしたいですし、差し上げたいプレゼントもあるので、ガイドをつけていただけると助かります。そうか。エニック、13ブリーフィングルームに案内してくれ。はい。エニック、座標を私とミランダに送ってくださいよ。わかりました。案内は私とミランダがしますよ。私たちがですか？あなたたちは？ ACPU です。アークの警察ですよ。そうですか。では、案内をお願いできますか？はい、お任せくださいよ。でも、ヘレティックはどうやって持っていきますか？私たちが運ぶには大きすぎますね。私が持っていきます。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ではすぐに出発しますよ。指揮官、
あとは私たちがやりますから、心配いりませんよ。では、また会いましょう。